してください。川村太郎です。太郎くん、太郎くん、久しぶりかな。じゃあ太郎くん、将来何か大きくなったらなりたいとか夢はありますか？どうしたか、かっこいい気持ちになったか。わかった。じゃあ勝手にこっち隠れちゃったけど、太郎くんのその夢、ここに記録します。太郎くんの夢、記録。よし、太郎くんありがとう。じゃあお姉さん、プレゼントしてあげて。じゃあはい、ありがとうございます。じゃあ太郎くん一緒に、皆さん大きな拍手お願いします。太郎くんありがとうね、かっこいい男の人になってね。よし、それではどうしようかな。夢を教えてくれるお友達。はい、ちょっと後ろだけど、まあ、ここの女の子どうしようかな。じゃあ僕がどうしようかな。名前を教えてください。いつきくん、いつきくんだそうです。いつきくんの将来の夢は何ですか？なんだろう、忍者になりたい。すごいね、日本ってさだからな。よし、じゃあいつきくんの夢ここに記録します。記録。よし、トンあげて。ありがとう。お、ありがとう。夢のために頑張れよ。お、ありがとう。本当にね、夢のために頑張ってる子を見ると僕は本当にパワーがいっぱい出るんだよ。よいしょ、あれ、この子にも、あ、ちっちゃくてまだ喋れないかな。よし、あ、いい、いっぱい詰まったな。あ、お姉さん、はい、お姉さん、すごいね、助かったんだけど、はい、なんかね、向こうで割り合った出てるみたいなんだよ。 あ、本当ですか。あ、じゃあちょっとお姉さん見てこようかな。ありがとう。はい、行ってきます。はい、ありがとう。ありがとうね。よし、よし、すげえいい夢が記憶されたな。あと一つで夢が叶う。みんな、ありがとう。バカな人間の夢なんて叶わないわ。何者だ、姿を現せ。ジガブレードの坊や、会いたかったわ。あ、お前は写真でもするだろ。あ、なんだっけ、おばさん。出たがりなさい。私は暗闇魔女ザイダ様よ。しかもおばさんだなんて、私を怒らせるとどうなるか。出てらっしゃい。そんなのどうだっていい。お前何しに来た。出たがりなさい。ジオブレードの坊や、私、あなたに面白いものを見せて差し上げようと思ってね。グーに出てらっしゃい。ビット、お前ら、俺の仲間に何をした。お主の大切な仲間、いただいたでござるよ。こうなったら、手も足も出ないでしょ。ジオブレード、僕のことは気にしないで戦って。そんなことできるわけねえだろ。Thank you.
俳優さん、ソニックエンドジャシン帝国、よく聞け。夢は明日へのエネルギーなんだ。そしてお前たちに人の夢を踏み潰す権利はない。俺の大切な仲間と大切な人たちの夢を踏み潰したお前たちを絶対許さない。ピット、お前とみんなの夢の敵俺が取る。行くぞ。アジサイブルー、桜ピンク、この後の初決戦頼んだぜ。